こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回こちら、プリフロトレーナーを使って、スモールブラインドのポジションに座った時に、どのハンドでレイズをするのか、どのハンドでコールするのかを見ていきましょう。こちらがスモールブラインドからのハンドレンジ表になります。このハンドレンジ表は、アンダーザガンから始まって、ボタンまでのプレイヤーすべての人がフォールドした時、そして、あなたにアクションが回ってきました。その時にコールするべきなのか、レイズするべきなのかが分かるハンドレンジ表になってます。具体的にハンドレンジ見ていきましょう。まずこちらのライン、注目してください。斜めライン。すべての数字が同じです。ポケットペアです。これすべてレイズもしくはコールになります。ほとんどがレイズです。で、この右上、ここの範囲はスーテッドです。マークが同じハンドになります。例えば、クイーン5のハートハートとか、クイーン6のダイヤダイヤとか、マークが同じエリアになります。で、左下に向かってここのラインはマークが違うエリアになります。マークが同じエリアから見ていきましょう。かなりの広い範囲で参加するエリアです。まず、エース、キング、クイーン、ジャック持ってたら、もうスーテッドであればすべてコール、もしくはレイズとなります。10があれば4以上。9であれば5以上。8であれば5以上で参加していきます。続いて、スーテッドコネクター見ていきます。スーテッドコネクターだと、4、3以上のスーテッドコネクターであれば参加していきます。そして大体がレイズで参加です。続いて、ワンギャッパー、5、3、6、4、7、5、8、6とか。5、3以上のワンギャッパーであれば参加です。同じく2ギャッパーは6、3以上であれば参加していきます。この3のラインに注目してください。4、3、5、3、6、3っていうね。ここで覚えるポイントです。続いてマークが揃っていない側見ていきましょう。マークが揃っていない側を見ると、だいたい 50% ぐらいのハンドで参加じゃないかな。エースであれば、すべて参加します。エース2から、エーシーズまですべて参加です。キングを持っていれば、キング4まで参加することができます。クイーン、ジャック、テン、ナインであれば、7以上で、参加します。なのでね、ここの7ラインを覚えてください。続いて、レイズで参加するハンド。これややこしいよな。オレンジ色のところがレイズで参加して、黄緑色のところ、緑色のところはコールで参加するというものです。エースのスーテッドであれば、まあ大体レイズで参加すると。あとは、スーテッドであれば、9以上のポケット、じゃあポケットじゃない。9以上のハンドであれば、まあ大体、レイズで参加してるハンドが多いのではないでしょうか。で、8ライン、7ラインに関して言えば、まあ 50% ぐらい、50% より高い確率でレイズしていくことになります。で、あとは、ポケットペアを見ると大体レイズでの参加になります。ワンギャッパーだと、これもまあ 50% 以上の確率で参加しています。特に数字が大きいワンギャッパーはレイズで参加しています。2ギャッパーになると、数字がちっちゃいとコールでの参加が多くて、数字が大きくなってくるとレイズでの参加が多いです。マークが揃っていない範囲を見ていきます。あまりレイズで参加する範囲は、ハンドは少ないかなと。まあ、エースであっても、なんかエース7であれば 100% レイズで参加みたいなハンドもあるけど、まあ、あまりコールで参加するハンドが多いです。キングだと8以上であれば、レイズで参加するハンドも多いです。まあ、ただし、キングクイーン以上なら、まあ、レイズで参加していいけど、キングジャック以下なら、50% ぐらいの確率でレイズというところではないでしょうか。では皆さん、一緒にスモールブラインドからレイズするのか、フォールドするのか、コールするのか、一緒にクイズ答えていきましょう。
考える時間は3秒です。では、実際にやっていきます。Let's start! 全部で20問やっていきましょう。あれ？さあ、半分終わりました。あれ？さあ、ラストです。いやー、結構間違えたな。20問中2問間違えてしまいました。このレーズとコールの、こう、開けるのって難しいよな。87は、そうか、さっきちょっと説明し忘れてましたけど、マークが揃ってなくても、コネクターのラインがあります。6号以上のコネクターの場合は、参加していきます。しかも結構、レーズでの参加が多いよな。87のオフ数と、98のオフ数と、109のオフ数とか、全部レーズや。レーズで 100% やね。こちら間違えてしまいました。クイーンセブンはコールではなくてレーズでの参加のようです。皆さん何問正解することができましたか？ぜひコメント欄より教えてください。